これでいい？レッツ調合！これだ！おーいっと！まだまだのんびり！ここだ！おーいっと！いい予感がビン！最後まで気を抜かずに！そろそろ気合を入れて、これでオッケー。よし、これひとまず終わり。本当に死ぬかと思いました。
どこも怪我はしてなさそうだね。よかったよかった。どうする、一旦俺が家まで送るか。ぜひと言いたいところなんですけど、私には帰れない理由がありまして。先ほど道端にある看板をうっかり読んだら、そう、私呪われてしまったみたいなんですよ。え、ルージャも？実は私もなんだ。まあ、スーもだったんですか？私、呪われたままなのは絶対嫌なんです。うん、私もそんなの絶対嫌だ。ねえ、ここは協力して墓場を目指さない？そうですね、おそらくそれが最善の道かと。絶対一緒に呪いを解きましょうね。と言っても、私は戦うのそんなに得意じゃないですけど。ま、そこは気にすんな。固まってた方が守りやすいしな。そうですか？では、同行させていただきます。よろしくお願いしますね、皆さん。
相手してやるよ。してやるよ。もう怒ったんだから。全力だ。楽勝だな。おととい来やがれ。全ての宝は我が手のうちに。やっこらせ。水はそのまま飲んじゃダメ。ちゃんと一回沸かしてからね。木族の縄張りだ。通りたければ俺たちにいい肥料をよこしな。山賊ならぬ木族ね。木がしゃべるなんて。ブルブル、ありえない。私たちが要求通りにするとお思いですか。おう、なんてことしてくれんだ姉ちゃん。いばらでお邪魔の刑だ。ちょっとルーシャ、何やってんの。うるさいです。私だってたまには失敗することくらい。だから言ってんだろ、ここを通りたければ肥料よこせてよ。仕方ねえな、ここは要求を飲むしかなさそうだ。へへへ、そういうこった。いい肥料、楽しみにしてるぜ。Oh!
こいつは極上の肥料だな。仕方ねえ、ここは通してやるよ。はあ、なんとかなりましたね。ルーサもね。はあ、言われなくても二度としませんよーだ。さあ先に進みましょう。早く呪いを解いてしまわないと。私にだってできるもん。くらっちゃえ。痛いから覚悟してね。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよ。すべての宝は我が手のうちに。あちょ、相手してやるよ。もう怒ったんだから。ドッカーン。デイデイ。こんなもんだろう。ああ怖かった。ああ、君の瞳はマール貝のように深くて綺麗だ。どうだい、これから俺と恋のバカンスでも。しゃ、また失敗か。見てやがったのか。
マーティアスさ、正直ナンパの成功率高くないでしょ。どうしてわかるんだ。口説き文句がうるくさいからじゃない。でもちゃんと本に書いてあったぜ。本に載ってる言葉だからダメなんだ。ねえねえ、リリーはどう思う？マティアスがナンパを。そうだな、無職。つっぱり言ったね、リリー。私はこんな時間。あれ、リリーってもしかして俺のこと。なるほど、確かにそれは一理あるね。いや、言っとくけど俺無職じゃないからな。でも働いてるところ見たことない。あー、言っちゃった。マティアスのことあんまり好きじゃなかったりするの？ううん、そんなことないよ。そんなことないけど、時々。さあ行こう。さて、教会の方に来てみたが、ここらに美人さんはいないもんかね。さて、買うものは人参と玉ねぎと美味しいカレーを作っとしましょう。やあ、そこのシスター、君すごく神秘的な美人だね。君の作るカレーはさぞかし美味しいんだろうな。一緒に食べればなおのことね。お上手だこと。こんなおばさんにありがとうございます。は、おばさん。いやいや、断るにしてももう少しうまい嘘を。あら、神に誓って嘘などついていませんよ。私50代ですから。 50? あ、おふくろより年上じゃねえか。あ、見えなくてもそうなんです。あ、いや、年を聞いて諦めるのはナンパ師の名折。俺は君じゃなくてあなたのことが綺麗だと思ったから。まあ、でこれから一緒に買い出しに行って教会でカレーを食べる。あ、ああ、じゃあ荷物持つの手伝います。ありがとう。おかしいな、どうしてこうなった。どこ行く、どこ行く。お出かけ、お出かけ。リリー、重くないか。荷物持ってやってもいいぜ。マティアスさんったら、女の子にはすぐそういうこと。
相手してやるよ。きっと痛いよ。受けてみろ。俺が代わりに守ってみせる。おっ、早打ち。守ってみせる。おっ、こんなもんだろう。ああ怖かった。気は乗らねえがぶっ倒す。全力だ。早打ち。俺が代わりに。また看板があるみたいだ。マティアス、なんで俺が。なになに、呪いを解きた。いくらの。ダメだよルーちゃん、呪いを解くた。そうだよ、ほら呪いを解くためだから。確かに。いや、そこまでやると多分もっと呪われちゃう。うーん、冷たー。